アンコール・ワト、アンコール・ワトは、カンボジア北西部に位置するユネスコの世界遺産、文化遺産である、アンコール遺跡の一つであり、その遺跡群を代表する寺院。ヒンドゥー教寺院として作られたが、16世紀後半に仏教寺院に改修され、現在もミ座部仏教寺院となっている。サンスクリット語でアンコールは、王とクメール語でワットは寺院を意味する。 大ランと美しい彫刻を特徴とし、クメール建築の傑作とされ、カンボジア国旗の中央にも、同国の象徴として描かれている。12世紀前半、アンコール王朝のスーリア・バルマン2世によって、ヒンドゥー教の寺院として三十年を超える歳月を、費やし建立される。百三十一年頃にアンコールが放棄され、プノンペンに王都が占ると、一時は忘れ去られるが、 再発見され、和1546年から1564年の間に未完成であった第一回道北面と、その付近に彫刻を施した。孫野は仏教寺院へと改修し、本堂に安置されていたビシュヌ人を四体の仏像に置き換えたという。1586年、ポルトガル人のが西欧人として初めて参拝し、ガランに対する賛辞を残している。 1632年、寛永9年、日本人の森本右近太夫和夫カが参拝した際に、壁面へ残した牧書には、御堂を志し数千里の会場を渡り、ここに仏四体を建て祀る者なりとあり、日本にもこの仏教寺院は知られていたことが伺える。1860年、寺院を訪れた、フランス人のアンリ・ムーオの紹介によって、西欧と世界に広く知らされた。 1887年、カンボジアが、仏領インドシナとされ、1907年に、シャムからアンコール付近の領土を奪回すると、フランス極東学院が、寺院の保存修復を行った。太平洋戦争下の1942年から1943年に、かけて、日本の新州大谷派が派遣した東本願寺、南方美術調査隊が現地を訪れ、 写真などを残している。1972年、カンボジア内戦によって、極東学院はカンボジアを離れ、寺院はクメールルージュによって破壊された。この時に、多くの奉納物は首をはねられ、砕かれ、敷石にされたという。1979年にクメールルージュが政権を追われると、彼らはこの地に落ち延びてきた。アンコールワットは、純粋に、 宗教施設でありながら、その作りは城郭と言ってよく、陣地を置くには最適だった。周囲を堀井と城壁に囲まれ、中央には楼閣があって、周りを見下ろすことができる。また、カンボジアにとって最大の文化遺産であるから、攻める側も重火器を使用するのはためらわれた。当時置かれた砲台の跡が最近まで確認できた。現在は修復されている。 だがこれが遺跡自身には災いした。クメールルージュは共産主義勢力であり、指導の各所に置かれた仏像がさらなる破壊を受けた。内戦で受けた断魂も修復されつつあるが一部にはまだ残っている。内戦が収まりつつある1992年にはアンコール遺跡として世界遺産に登録され、 1993年には、この寺院の指導を描いたカンボジア国旗が制定された。今は、カンボジアの安定に伴い、各国が協力して修復を行っており、周辺に残された地雷の撤去も進んでいる。世界各国から参拝客と観光客を多く集め、また、仏教僧侶が祈りを捧げている。参道の石組の修復は、日本人の石膏が指導しており、 その様子は NHK プロジェクト X で取り上げられた。主に砂岩とラテライトで築かれ、西を正門とする。寺院は付近の製鉄技術を活用している。境内は外周東西1500メートル、南北1300メートル、幅190メートルの堀で囲まれている。神聖な場所を飾るため、回廊は聖地な薄浮き堀で埋め尽くされている。 西からの山道は540メートルに及び、左岸のブロックが敷かれた延長を239メートル、幅12メートル、高さ4メートルの土手道で観号を渡って進む。上智大学、石澤義明教授のチームは、西山道における保存修復事業を ODA として採択するに至り、第1工区の保存修復工事、1996から2007年を完成させた。 1996年現地に海外校舎のアジア人材養成研究センターを設置し遺跡の保全の人材養成を行っている。この砂岩が敷かれた立教はかつて地地海各藩の様子を描いた蛇神、ナーガの欄干で縁取られていたというが、今は堀に落ちており見られない。中ほどには石段の船津が備えられている。 土手道を渡り終えると周壁と西大門へ至る。周壁は東西線30メートル、南北840メートルでラテライトにより築かれている。西大門は南北230メートルほどで三頭をいただき、中央に王の門と左右に二つの門が開く。さらに南北には階段がなく像が通れる、像門を二つ備える。 王の門の左右は七つの頭を持つ蛇神ナーガが守っており、付近の堀は石段の船津を備え、ラテライトの壁で守られている。西大門を抜けると、オロチの欄干に縁取られた参道を通り、前帝を進む。前帝は南北にそれぞれ胸像と聖地があり、参道から外れると、聖地はその水面に道具を移し出す。また北には、 今もここでフッツに祈りを捧げる僧侶らのために、僧帽が近年になって建てられた。前提を超えると、三重の回廊に囲まれ五つの指導がそびえる。第一回廊は、東西200メートル、南北180メートルで、多くの彫刻が施されている。西面南には、インドの女子手である、マハラバーラタの場面があり、左から攻めるパンダバ族と、 右から攻めるカウラバ族の軍が細かく描かれている。西面北には、ラーマーアヤナの説話がいくつかあり、特に、ラーマ王子と猿が、ランカー島で、魔王、ラーバナと戦う場面が大きい。ここの王子の顔は混流者のスーリアバルマン二世を、模しているとい。南面西は、歴史回廊と呼ばれ、行行するスーリアバルマン二世とそれに従う、王子、大臣、将軍、 兵士などが掘られている。南面東は天国と地獄と呼ばれ、上段に天国へ登った人々、中段に閻魔大オーラとその裁きを待つ人々、下段に地獄へ落ちた人々が掘られている。地獄では痛々しい刑が行われており、また下段から中段に逃れようとする罪人も見れる。東表南は地地海各藩の様子が掘られ、 神々とアッシュララが、大ジャバースキを引き合ってマンダラ山を回し、海を混ぜている。東表北と北面は、後の16世紀頃にが掘らせたと考えられており、他とは彫刻の質が異なっている。ビシュヌ人の化身クリシュナが、怪物バーナと戦う場面が描かれている。第一回廊と第二回廊の間は、プリアポアン、戦隊仏の回廊と呼ばれ、南北に胸像が立ち、 十字回廊でつながっている。プリヤポアンには、信者から寄進された多くの仏像が備えられていたが、クメールルージュにより破壊され、今は芝が生い茂っている。十字回廊は四つの中庭を囲んでおり、かつて中庭は雨水をたたえ、参拝者はそこで身を清めたという。南には、森本ウコンいう、カズフサの牧書が見られ、ここにフッツ四体を建てつるものなりとある。第二回廊は、 東西115メートル、南北100メートルで、17段の石段を上り入る。彫刻などはなく何体かの仏像が祀られている。そこを抜けると、石畳の中庭に入り、第三回廊と指導を見上げることとなる。第三回廊は一辺60メートルで、第二回廊より13メートル高く、急勾配の石段を上って入る。四隅と中央には、 趣味山を模した指導がそびえ、本堂となる中央の指導は六十五メートルの高さを持つ。かつて本堂には微種の人が祀られていたというが、今は壁の中に埋められ、代わって四体の仏像が祀られている。第三回廊に囲まれた四つの中庭は,は、かつては雨水をた,たえていたというが、今は枯れている。壁面には王宮の舞姫を模したという多くの女神が掘られ、 参拝者の触れた跡が見られる。連合窓から外を見ると、周囲のガランとカンボジアの森林が一望できる。チェムリアップの中心部から北に 6.5km ほど離れている。入場チケットはアンコールワットでは発売しておらず、市街地とアンコールワットの間にあるチケットセンターであらかじめ手に入れてお必要がある。チケットはアンコール遺跡群に何回でも入場できる。 パス形式となり、別人に譲渡できないように、顔写真がパスに印刷される。アンコール遺跡群の入り口にパスの確認書があり、各遺跡の入り口にも、かなりマイナー内跡にまで係員が配置されパスを確認している。チケット価格は1日券が37アメリカドル、1週間のうちの3日、有効券が62アメリカドル、1ヶ月のうちの7日、 有効券が72アメリカドルとなっている。チケットセンターの営業時間は5時から17時30分までであるが、17時以降は翌日券を扱っている。チェムリアップには全くしない公共交通機関がなく、アンコール遺跡全体が広い範囲に点在していることもあって、タクシー、トゥクトゥク、バイクタクシーなどをチャーターするか、レンタサイクル、レンタル電動スクーターを利用するのが、 一般的である。レンタル電動スクーターは、無充電の場合は30キロ余りの走行距離である。ため、各地にある充電ポイントを使用するなどの対策が必要なほか、自転車も含めて、雨季の使用の際は日に数度あるスコールの際に早めに、屋根のある場所に退避するなどの対策が必要となる。この寺は西を正面としており、午前に写真を撮ると逆光になるため、 午後の観光が好まれるが、そのため午後は観光客が非常に多くなる。日の出が美しく、早朝に訪れる人も多い。正面からは年2度中央の市道からの日の出を見ることができる。第三回廊への13メートルの石段は極めて急である。あまりに急なため登ることを諦め、ただ第三回廊を見上げ続ける人々も以前は多かった。 第三回廊は修復工事のため2007年10月1日から立ち入りが禁止されていたが2010年1月15日より廃館を再開した。現在、登ることが許可されているのは東側の階段に新設された比較的安全な木製の階段一箇所のみである。なお入場時間は5時から17時30分までで、あるが6時までは第一回廊よりも内部に入れず、 第3回廊に登れるのは6時40分から17時となっている。午後は観光客が増えるため入場待ちに長時間かかることが状態化しており、特に休日や換気はかなりの待ち時間が発生する。また、第3回廊内には約100名の定員があり、1人当たり15分間の滞在時間制限がある。第3回廊内は服装制限があり、 露出の多い服では入場できない。また子供と妊婦は入場できない。さらに月に4回ほどある仏教の日も第3回廊内に観光客の立ち入りができなくなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。